ライ、赤コーナーカルバーリョの時代到来を予感させる選手、そしてここ数年別世界で揉まれてきた元ランカー高谷、今のシュートの射程人という見方もできます。さあ、ピンチがありますね。そうですね、このカード裏の順の中ではすごい楽しみな裏のメインカードぐらいだったので、やっぱりそうですか。ドキドキしてます。左のミドルキック、カーリングで目指そうというところです。 中井さん、どんなプレーになってますか。そうですね、高橋選手の一発パスの破壊力は本当にカルバーリョ選手の指示の方が逆に、カルバーリョ選手がどうさばくのか、うまいですからね、やっぱり、どういうプランで来るのか、楽しみですね。ここは足に絡みついて、ここにこだわります。 前を詰めながら完全に密着、左は内を刺そうとしています。高谷がこれを嫌う、肘を畳んでいます。離れた、離れ際の攻撃も警戒しています。倒れないんですよね。そうですね、倒れないんですね。まあ、確かに70キロでしたね。多少やりづらいところがあったんですけどね。そういうのを取った時にやはり、 すごいパスですね。長谷川さん、すごいパスですね。長谷川さん、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 長谷川さん
意外と試合で使ってますよ、左ハイ出ました。右のフックにつなげます。頭の位置だけずらして、頭の位置だけ。今回はゲスト解説に WBC 世界バンタム級王者の長谷川選手をお迎えしておりますが、長谷川選手、やっぱりボクシングと違って蹴りがあるので対角線の攻撃があるんですね。そうですね、やっぱコンビネーションもパンチだけじゃなくて最後に蹴りが入ったり間に蹴りが入ったりで、ね、また違うので、まあ、あの自分らからするとすごい難しいなという感じはするんですけど、その上また倒れたら今度寝技もあるので。そうですね、はい、花火際の右を出してきましたカルバーリ。このカルバーリは、7月の28日にはシュートボクシングのリングで、まあ、いわゆる立ち技バーリトゥードと呼ばれているグラウンドの展開はないんですが、立ち技の締めとか投げがあるシュートボクシングのリングで山口大我選手から完勝を収めています。おー、これをキャッチしました。まあ、一方の高谷選手も全日本キックボクシングのリングに2度上がっています。サトルバシコバ、さらには山本優也との戦いも経験しています。右のハイキックに対してローで返す、左フック、コンパクトなパンチを返してワンツー返したのが高谷。さあ、すごい、さあ、集中しろ。インドを軽く振っていきます。右のロー、まあ、このカルバーレとの戦いだから俺は受けた、その高谷選手にとってこのカルバーレとの戦いがまず最大のこのリング内に戻ってくる理由だったようです。高谷選手が行った時は、まあ、まだ世界ランキングに顔出してない時ですからね。そうですよね。これちょっと遠い構えが、まあ、高谷選手がランキング入りしている頃は本当に頂点が手形に上げる。さあ、グラウンドの展開です。これは嫌う、本当に倒れません。一瞬倒れたらすぐ立ち上がります。今みたいな展開狙ってますね。そうですか、ね、あっちからローに繋がったところにパックが合わせたり、うん、距離を潰してます、ね、これでも立ち上がった高谷に対してカルバルが拍手一緒、ね、一緒に拍手してましたね。そうですよね、今カルバルが本当にこう総合格闘技が好きなんですよね。ある意味ファンでもあるんでしょうね。ルビナ選手に勝った時は本当大泣きでしたからね。そうですね、攻撃では高谷選手の方がいい攻撃しますね。これも逃げ場をこう塞ぐように、そうですね、プレッシャーのかけ方もうまいですけど、コーナーに追い詰めていきますね。じわじわ近い、パンチでこれを打開するか、アルバーリオ。左フック右に下げます、アッパーも行く、これしっかりタックルを切りました、膝か、これはないか、膝。もう一つ首相撲からの膝です、首を引き込むように膝、
ああフェイントでした、左のフェイントで、しかしここで滑らせるようにアッパー、これは使います。カズミ選手、カズミ選手でしょう。そうですね、最後の方少しこうお互いこうパンチと蹴りの交差が激しくなってきたので、その次のラウンドが